多分これが僕のエミル・キャスタニエとしての最後の時間だ。ちゃんと世界を目に焼き付けておかなくちゃ。それにエミルとしてやり残したことにも決着をつける。エミル、明日の準備は大丈夫？うん、今世界を回ってるところなんだ。そっか。じゃあこの世界の綺麗なところたくさん覚えていって。それでこの世界を魔界にしないように扉を守ってね。うん、もちろん。だけど精霊として力を取り戻したらもう会えなくなっちゃうのかな。わかんないけど、そうじゃないかな。それは寂しいな。せっかくお友達になれたのに。そうだね。だけどそれが僕に与えられた使命なら。私も昔そんな風に思ってた。え？世界を再生するために旅をしなさいって言われて、それが使命なら命を捨てることも覚悟してた。コレットは世界再生の巫女だもんね。でもね、それじゃダメなんだよ。ちゃんと自分が生きて、それで世界を守らないと。それがどんな綺麗事だって言われても、最初から死ぬなんて決めちゃダメなの。それが前回の旅で私が教えられたこと。だから私は生きてこの世界を守りたい。この世界が大好き。コレット。エミル、明日は頑張ろうね。エミルか。どうしたのだ、こんなところまで。僕は世界を見ておこうと思って。それよりリーガルさんは何をしてるんですか？てっきりアルタミラでお仕事だと。ここの騒動が収まったかどうか気になっていたのでな、調べに来てみたのだ。そうか、ルーメンのコアを孵化させたから例の放火騒ぎも。うん、落ち着いたようだ。よかった。でもリーガルさんさすがですね。僕なんて自分のことばっかりで、イズールドの様子を見に行くってことに考えが回りませんでした。いや、それでいいのだ。エミルは今自らのことを考えねばならない時なのだろう。ならばその間、仲間である私がフォローをするのも当然だ。リーガルさんは最初からそうやって僕に親切にしてくれましたね。お前も最初から私に対して礼を持って接してくれた。人付き合いは鏡だ。醜い心はどんなに隠しても必ず相手に伝わる。私がお前に対して正しく接することができたのなら、それはお前自身の得なのだ。でも僕はラタトスクです。ならばラタトスクの中にもお前のような徳が存在するのだろう。我らはお前の徳を信じ、こうして力を貸している。リーガルさん。エミル、案ずるな。お前は必要だからここにいる。そして存在しているからこそ必要なのだ。この世に必要のないものは何一つない。
ありがとうございます。おう、エミルか。どうした？マルタちゃんを探してるなら、アルタミラだぜ。マルタとは、後で会う約束をしてるから、今は世界を見て回ろうかなって。お前さんも、いろいろ大変だね。え？あっちも自分、こっちも自分。おまけに精霊だの、親友の仇だの、世界を滅ぼすだの。重い話のバーゲンセールじゃねえのよ。そうかな。まああんまり深く考えない方がいいのかもしれないな。パンクしちまう。ゼロス、どれだけ下手な考え巡らせても結局自分の感情は偽れないんだ。だからエミル、答えなんてのは最後の瞬間に出せばいい。最初から悲劇のヒロインみたいな考えで進まない方がいいぜ。俺様が言いたいのはそれだけだ。あとはお前さんに任せる。どんな答えを出してもそいつを受け止めてやるさ。あれ、どうしたのエミル。ちょっと世界を見て回ってるんだ。精霊の力を取り戻したらもうこんなことできないかもしれないし。エミルは精霊なんだもんね。なんか変な感じだよ。ジーニアスはどうしてここにいるの？うん、ここは以前の旅で僕たちが壊してしまった町だから。あ、木の化け物が襲ってきたっていう。うん、世界を救うためだと信じてたんだ。でも良かれと思ってしたことが悪い結果をもたらした。ずいぶん責められたよ。責められて当然だけど、すごく辛かった。多分一番辛かったのはコレットだと思うけど。どうして？コレットは再生の巫女だったから、原因をコレット一人のせいにする人が多かったんだ。でもコレットは逃げなかった。言い訳もしなかった。すごいね。僕じゃダメだ。でもコレットがそうしていられたのはロイドがいたからだと思うんだ。コレットだけじゃなくて僕も他のみんなもロイドに助けられた。だから僕ロイドが大好きだし、エミルがロイドと仲良くなってくれて本当に良かったって思ってる。僕ロイドのことを誤解してたからね。ロイドも悪いんだよ。僕たちに言えなかったにしてももっと何とかする方法もあったと思うのに。ロイドは人間だからどんどん早く大人になっちゃうのかな。ジーニアスはハーフエルフなんだっけ？うん、だからみんなが亡くなっても僕はまだ生き続けなくちゃいけない。きっとすごく寂しいと思うんだ。だからエミル、その時には何とかして僕に会いに来てよね。エミルじゃないか。里は大丈夫？ヴァンガードたちにこの場所を知られちゃったけど、確か人に知られたらまずいって。心配するんじゃないよ。どちらにしても近々里の場所を変えようって話が出ていたのさ。私たちはちょっと目立ちすぎたからね。シルバラントとの対立問題に決着がつく頃には私たちもここからいなくなってるよ。ごめん、
あんたのせいじゃないんだ。謝ることはないさ。うん。ところでエミル、あんたが精霊として力を取り戻したら、私と契約するなんてこともできるのかい？どうなんだろう。他の精霊が契約しているなら、僕もできるのかもしれないね。それができたら、いつでもエミルに会えるね。そうだね。もしもあんたが力を取り戻した後、銀ヌンガガップに残るんだったら、私たちがあんたに会いに行くよ。シーナ、精霊研究所の連中に研究させまくって、いつでもあんたに会える方法を探すからね。シーナ、ありがとう。プレセア、何してるの？あ、エミルさん。このアイアンメイデンをアルタミラに運ばなくてはと思って。それで、あ、そもそもそれを返しに行くところだったんだっけ？はい、気がついたら大変なことになっていました。そうだよね。なんかごめん。でもプレセアのおかげで本当に助かったよ。そう言っていただけると嬉しいです。それに私、エミルさんのことなんとなく他人とは思えなくて。僕が？どうして？信じてもらえないかもしれませんけど、私本当はもうとっくに成人しています。え？エクスフィアをご存知ですよね？ああ、うん。ロイドたちみんながつけてるやつだよね。はい。装備していると潜在能力を最大限に高めてくれます。私はそれの悪い影響を受けて、ずいぶん長い間時間を止められていたんです。信じられない、そんなことがあるなんて。はい。だから私は自分が何者か不安になるんです。ロイドさんたちが支えてくれなければ、こうして生きていなかったかもしれません。僕も自分が何者なのかなって不安だった。私は精霊であるエミルさんより短い時間しか生きていません。でもなんとなくエミルさんを近いと感じます。そうだね、僕もそんな気がする。ですから私、エミルさんに協力したいんです。あなたが自分を取り戻すところを見れば、私も勇気が湧く気がします。プレセア、明日は頑張りましょう。あら、エミル、こんなところで何をしているの？世界の様子を目に焼き付けておこうと思って。リフィルさんは？銀ヌンガガップについて調べられないかと思って来てみたの。明日のためですか？ええ、それもそうだけれど、知的好奇心を満たすためでもあるわね。何かわかるといいですね。そうね、あなたのためにも何かわかるといいんだけれど。僕のため？ええ、そうよ。うまく言えないけれど、今のあなたは何か悲壮な決心をしているような気がするの。僕は、そんな。前回の旅でね、そうやって自分の気持ちを押し殺して懸命になっていた人をたくさん
さん見てきたわ。エミル、あなたは一人じゃないの。私たちはみんなあなたに苦しみを押し付けたいわけではないの。心を開いて私たちを信じて。リフィルさん、せめて旅の間だけでもあなたの担任教師でいさせてちょうだいね。エミル、こんなところまで来てどうしたんだ。あ、うん、最後だから世界を見ておこうかなと思って。そうか、ナタトスクは銀ヌンガガップの扉を守る精霊だもんな。ロイドはどうしてここに。この町はロイドの偽物が出たところだから居づらいなって思ったりしないの。俺は悪いことはしていない。だから何を言われても堂々としてればいい。ロイドってすごいね。って本音を言うときついんだけどさ。ロイド、みんな俺のことを強いって言うし、何も感じてないみたいに思ってる奴らもいると思うけど、俺だってさ、本当は逃げ出したいこともあるし、泣きたいこともある。うん。けど、俺はこういう生き方をするって決めたから。世界再生の時、自分の心の弱さに負けないって決めたから。どうして？そんなの辛いじゃない。他の人はいいけど俺はダメなんだ。俺はこの世界に居場所が欲しくて仕方がなかった友達を殺したから。あいつのこと助けられなかった。あいつは俺の助けなんて欲しくなかったかもしれないけど、俺はあいつを倒すことであいつの生き方を否定したんだ。あいつが見てる、いつも俺のやることを。だから俺はあいつに証明しなきゃいけない、俺の生きる姿で。その人はどんな人なの？ハーフエルフだったんだ。そりゃ腹の立つこともいっぱいされたけど、でもいいやつだったんだぜ。綺麗で優しくてさ。世界再生の時、世界一の種子がどうしても芽吹かなくて、このままじゃ世界が消滅するってことがあったんだ。あの時世界中を目覚めさせてくれたのはあいつなんじゃないかって思ってる。ごめんな、こんな話してもエミルにはわからないよな。悪い。ううん、ロイドはその人と仲直りしたいって思ってるんだね。そうかな。やっぱ許せないって思うこともある。でも、うん、やっぱり仲直りしたいのかもしれないな。それにもう二度と友達を殺したくないから。エミル、俺は友達を傷つけたくないんだ。それだけは忘れないでくれよな。ドゥインか。いろんなことがあったね。はい。エミル。フロルおばさん。あの、今まで
ありがとうございました。おじさんは？多分そろそろ家に戻ってると。行ってみます。ありがとう。挨拶に来ました。今までありがとうございました。心にもないことを。どうしてそう決めつけるんですか。確かに僕はあなたが嫌いでした。でも感謝していないわけじゃない。できればちゃんとおじとおいの、いえ父親と息子としての関係を作り直したかったけど、もうそんな時間も僕には残されていないんです。だからせめて最後の挨拶に来ました。エミル、あのね、時間がないことはないだろう。え？お前がアルタミラでの暴動を止めたって噂が流れてきた。なんだか知らないが大変なことに巻き込まれてるみたいじゃないか。最後の挨拶ってのはその大変な事件か何かに関わってるからなんだろう。あ、はい。だったらそいつを全部終わらしてからここに戻ってくればいい。俺とフロルにもやり直す機会をくれ。うまくいかないかもしれないがな。私、お前が帰ってくるのを待ってるわ。気をつけて。ありがとう。おじさん、おばさん。やっぱり勇気は夢を叶える魔法なんだね。エミル様。怖かったし、話しかけるのも嫌だなって思ってたけど、ちゃんと歩み寄れば相手も答えてくれる。はい。よし、最後の思い出に噴水のロイド様に挨拶していこうっと。してみると本物より少し幼いね。昔のロイドなんだろうな。エミル様。何？テネブラへ。間違っていたらすみません。あなたはラタトスクとして扉を守る決意をしたわけではない。アステルを殺した罪を悔いて何らかの方法で自らコアに戻り扉の鍵として封じられようとしている。違いますか？どうしてそう思うの？あなたはもう一人のあなたを自分の心に封じることを良しとする人ではありません。もう一人の自分を封じた以上、同じ存在である自分も封じられようと考えたはずだ。
自分からコアになるためにはこの前のテネブライみたいに強いダメージを受ければいいんだよね。あなたは力を取り戻して強くなった。瀕死に陥るにはそれなりの使い手に本気で戦ってもらわなければなりません。封じたはずのもう一人の僕が復活してみんなを殺そうとしたらみんなは僕を倒さなきゃいけなくなるよね。それを演じるおつもりですか。テネブラへお願い。どんな時も君はラタトスクの味方だった。あなたはいつも私にむごいことを強要しますね。ごめん。私はあなたのセンチュリオンです。あなたがそう決めたのなら私はどこまでもあなたに従います。エミル様、心残りはありませんか。やり残したことややっておきたいことは。うん、大丈夫。おじさんたちとも話ができたし。もしも決心が変わったらすぐに言ってください。テネブラへ。ありがとう。テネブラへが僕のセンチュリオンでよかった。エミル様、私もあなたがラタトスク様がエミルとして生きた時間のこと誇りに思います。ごめん、待った？ううん、来てくれてありがとう。お父さんの具合どうだった？うん、もうずいぶん落ち着いてた。近いうちにメルトキオのチカロンに連れて行かれるんだって。そっか。私もこの戦いが終わったらヴァンガードの関係者としてちゃんと処罰を受けなきゃ。マルダも？そりゃそうだよ。パパの代わりにヴァンガードの解体をやって、それからちゃんと罰を受けて、その後は。その後はヴァンガードとは違うやり方でシルバラントとテセアラの対立をなくす努力をする。コレットたちも手伝ってくれるって。うん、きっとうまくいくよ。僕も本当は何か手伝いたいんだけど。扉の守護者ってやっぱり普段は銀ヌンガガップで扉を守らなきゃいけないんだよね。多分。旅が終わったらもう会えないのかな。うん。もうどうしてそんな冷静な顔でそんなこと言うの。こんなに長い間一緒にいたのに結局私のこと。マルタ、あのそういうつもりじゃ。エミル、離れたくないよ。マルタ。エミルが精霊だろうとなんだろうと、私いつも一生懸命な君が大好きだよ。僕もマルタが。
つも僕のこと支えてくれるマルタガス。またトスクの力を取り戻したら私と契約してよ。え？そしたらいつでも会いたい時に会えるのに。マルタ。でも私には召喚の力なんてないもんね。契約するよ。え？もうマルタと会えないかもしれないけど、僕は精霊だからこの世界にずっと存在する。存在し続ける限りずっとマルタのことを思い続けるよ。いつかマルタが大人になって他に好きな人ができても。バカ、そんな人できないんだから。準備はいいわね。はい。ギンヌンガガップにはリヒターさんがいるんだよね。ええ、エミル様を倒すため魔族との契約を行ってあなたを待ち伏せしているはずです。リヒターだけじゃないよ。アリスもデクスもあいつについていったヴァンガードたちもいる。うん、それでも魔界につながる扉を閉じるためにはギンヌンガガップへ行かなきゃならないんだ。そうだろエミル。うん、みんなよろしくお願いします。なあエミル、ちょっと聞きたいんだけどよ。何ですか？お前リーガルとかリフィル様はさん付けで、ロイドのことも最初はさん付けだったのに、なんで俺様だけ呼び捨てなの？はい、なんとなく。ダメですか？ダメってことはねえけど、喋りかけるときは敬語だし意味わかんねえっつうの。そう言われるとそうですね。ゼロスって年上だから敬語で話した方がいいかなとは思うんですけど。小物衆がするからじゃないですか。てめえマジで丸焼きにするぞ。それにしてもエミルの料理は本当に上達しましたね。テネブライは食べてないのにどうして上達したってわかるの？そりゃ一目瞭然だよ。見てこの大根で作った白鳥。なんか凝り出したら止まらなくなっちゃって。この亀はカボチャですね。いやいや、まさに芸術品ですよ。マルタの料理本当に美味しくなったよね。昔がひどかったみたいな言い方だね。いや、うん、なんて確かにひどかったもんね。ごめんごめん。でもマルタすごく努力したんだね。どうしてこんなにうまくなったの？よくぞ聞いてくれました。私すっごくいい方法を思いついたの。ん？料理の時味見をするんだよ。そうしたら美味しい料理が作れるようになったんだ。今まで味見してなかったんだ。飯の準備できたぞ。これ闇鍋？うわー、ドワーフびっくり鍋だ。懐かしい、大工事さんの得意料理だったよね。おう、当たりは
俺の手作りブレスレットだぜ。よし、頑張って探さなきゃ。ねえ、これ食事だよね。はあ。どうしたの、ロイド。いや、ここだけの話、誰にも言うなよ。うん。何何？さっきさ、久々にポールのお母さん、リリアさんに会ったんだけどさ、なんかさ、いいんだよ。いいって何が？大人の香りがするっていうのかな。優しくて、女らしくて、それでいて母さんみたいな温かさがあるっていうかさ。ほら、俺リフィル先生みたいな年上の女の人に弱いじゃん。つまり人妻で母親であるリリアさんのことがちょっと好きになっちゃったってことね。バカ、誰にも言うんじゃないぞ。みんな、ロイドが人妻と不倫するって言ってるよ。ロイド、ひどいよ。なんでそんな。私、あんたがそんなやつだったなんて。ロイド、一体どういうつもりなの？ロイドさん、最低です。ロイドって恋愛には積極的なんだ。すっごい。違う、誤解だ、誤解なんだってば。ついにこの時が来た。どうしたの、エミル。今ので魔物との戦いが500回を超えたんだ。すごい。いやー、それほどでも。いちいち戦いを数えてたなんてすごいよ、エミル。あ、そっちなんだ。